1911回始めます。11月22日水曜日入ったところですね。今年ももう残りわずかですね。本当に寒くなりましたよ。北風ピューピューで、うん、この体力もね、今日はまあちょっと風ないですけど、風が吹くと寒いんです、この体力が本当に。はい、今はストーブ1台でね、ちょっと着込んで喋ってますけど、デイリー新潮からですね、今ホストね、まあ東京の歌舞伎町がほぼほぼ多いんでしょうけど、まあ名古屋でも大阪でも、まあ地方都市でもそこそこホスト流行ってんのかな。これなんで流行っちゃうんだろうっていうね感じはするんだけど、まあ私ちょっと世代がね、もうホストに通うとかホストする世代でもないし、する側でもないし、そういうタイプでもないし、夜の世界あんまり私、仕事とかでね関わったことないんで、キャバクラとかも行かないからね私、うん、飲まないから、うん、分かんないんだけど繁華街の出来事、うん、昔から、うん、よくね繁華街歩いてて職務質問をされたんだけどね、柄悪いのかどうか、うん、今すごいねホスト、もう社会問題と言っていいでしょ。これね今年の社会問題いろいろあったけど、例のねルフィグループ、フィリピンだったかな確か、フィリピンだかで捕まったルフィグループのこととか、あと強盗ね、東京で頻発した、東京、千葉、神奈川、埼玉あたり首都圏で頻発したあの強盗とかね、あのインターネット、うん、スマホでね、あの闇バイトとか、これ今年ずいぶんね前半2月3月4月ぐらい大問題になって、警視庁、うん、警察ね、葉っぱかけてね、うん、かなり摘発しましたよね、力入れてね、特殊詐欺ね、うん、あと強盗ね、うん、サイバー空間で あのリクルートとかそういったものも今かなり徹底して取り締まってると思いますよ。取り締まりとか注意喚起とかやってると思いますよ。それに次ぐね、秋口になって急にこれ ホスト、うん、もう社会問題化してきてるということで、警察庁長官が異例発言をしたということでね、警察庁動き出しましたよ。これホスト、これメス入れるでしょ、うん、当たり前ですよ、これトラブルひどいもの、うん、高額な売りかけをめぐるトラブルが相次ぎ、ホストに対する取り締まりが激しさを増していますと、うん、当たり前ですよこれ、ホスト業界、うん、何でもそうだけど、行き過ぎたらやっぱね、なんていうかね、規制強めるって当たり前ですよ、これひどいもの話、うん、しかし警察当局の真の狙いは、悪質なホストの背後に潜む反社会勢力の炙り出しにあるということでね、まあ私この記事あんまり詳しく読んでないって言ったら嘘だけど、これ分かりにくい、いろいろ、うん、書いてある。まあとにかく警察がね本腰入れてると、11月16日警視庁は東京歌舞伎町のホスト35歳の性なんとかを恐喝傷害の容疑で逮捕、勤務先のホストクラブの女性客、過去30代ね、うん、ホストが35歳、女性客30代の顔を殴って、うん、まだ金あるだろうと脅して現金10万円を奪った疑いが持たれてるってことで、この男を逮捕したっていうことなんだけども、まあまあ逮捕だけじゃなくてね、このこういうホストの裏に反社勢力がいて、そこにお金が流れてると、で犯罪とかの活動資金になってるんじゃないかというような感じで、うん、見てるっていうことがありますね。まあ売りかけ金パパ活とかね、新宿大久保公園立ちんぼ30回以上繰り返していたとして、まあたくさんの人が逮捕されたとね、摘発は東京だけじゃなくて名古屋でも行われており、警察当局の強い意思が伺われるということで、そうですね、これは警察ね、オレオレ詐欺、特殊詐欺ね、だいぶ摘発進んでるっていうことだって、次はこのホストの業界に対して取り締まり強化してるっていうことですね。はい、いいこと、当たり前、いいことっていうか当たり前ですよね、これちょっと目に余るもんね、ひどいもんね今歌舞伎町の、うん、で、うん、
このホストクラブのね、この業界から一部が犯罪集団へと流れ、反社のしのぎになっている可能性が指摘されていますということですね。まあ間違いなくあると思いますよ、うん、夜の社会と闇の社会つながりあると思いますから。で、今このホストの業界と売りかけの回収をいわゆる半グレという集団に委託しているね、売りかけ金ね、要はなんていうのかな、付けを回収するときに、うん、半グレを利用して回収している場合があるということです。で、回収金の1割から2割程度を手数料として払っていると聞いたことがあるということで、うん、回収の際に、ね、ただ今取り締まり厳しいんでね、回収の際には脅し文句は使わないとかね、自宅マンションの敷地に足を踏み入れないとか、半グレ側も逮捕されるリスクを回避する行動を取っているということで、半グレ側も分かっているということですね。で、日本最大の風俗スカウトグループ、ナチュラル風俗スカウト、風俗嬢とかスカウトする、ね、グループいるんですね、うん、この最大級のグループナチュラルの幹部ら14人を逮捕したと発表したと。まあどうもこの売掛金ね、付け、うん、まだ売掛金があって、まあ、女性客から回収されてないというホストがいたとして、そのホストたちがその付けの回収するときに要は女性たちにね、風俗の業界で働いてほしいと、ね、ソープランでもいいし、立ちんぼでもいいし、風俗で、まあね、稼ぎがいいから、うん、働いてほしいときに、ホストが直に、ね、金、いつになったら返してくれるんだよと、ツケがあるんだよと、ね、風俗で働けばいいだろうって、なかなか言えない、うん、脅しとかにもなるしね、脅迫とかにもなるし、その時にホストが、このスカウトグループに言って、ね、こういう女がいると、この人をスカウトしてくれないとか、風俗でこの人を風俗で働かせてくれないかと、うん、この人を風俗業界にスカウトしてくれと、ね、このスカウトグループに声をかけると、すると要はホストも直に言わなくていいからね、お客さんに。するとこのスカウトグループの方々がね、スカウトのプロたちがもうそ知らぬ顔で、その A 子さんなら A 子さんにね、働きませんかと、こういうところで風俗があるんだけど、ね、1日これぐらい稼げて、10日でこれぐらい稼げて、したら借金あるんだったらすぐ返せますよって言ったら、まあ、手がいいっていうかね、うん、形で、自然な形で、その女性客 A 子さんを風俗業界に引っ張れるっていうことで、このホスト業界とこのスカウトグループが結託してるみたいな形もあるということですね、警察の読みというか、もう間違いなくあるよ。あと、うん、スカウトを介して、うん、稼ぎやすい風俗店を紹介してもらうケースは少なくないと、あ、今言ったことですね、うん、はい。あとひどい場合だとね、海外に、うん、海外でオーストラリアとかアメリカとかに行って、10日なら10日、ね、観光ビザとかで行って10日で例えば200万円稼いで帰ってくるとか、それを繰り返し、そこを繰り返すという場合とか結構あるみたいですね。海外で50万100万1週間2週間の滞在で50万100万程度稼いできて、それをある一定期間、うん、繰り返し、ね、間を置いて、うん、海外で出稼ぎで、ね、今円安もあってね、日本で稼ぐよりオーストラリアとか、ね、アメリカ、カナダで働いた方がね、風俗、ね、1日あたりの売り上げになるから、渡航費考えてもそっちの方が金になるからということで、海外の風俗紹介する、売り飛ばすみたいな人たちもいるみたいということで、もうちょっと考えられない本当にちょっと考えられない時代になって、日本人がね、アメリカとかオーストラリアとか海外で風俗、体打って金稼ぐなんていうことはなかったよ、昔は。まず、うん、昔はって、まあ10年20年30年代も、まあ数は、ね、少ないね、稀有な例はあったと思うけどね、稀な例は、うん、あったと思うけど、まずいなかったから、そういう日本人女性は。今なんか平気でね、その歌舞伎町の大久保公園か、大久保公園で立ってる外人なんかも、昔はね、コロンビア人とかペルー人とかね、南米系の人とか、東南アジア、タイ人とかね、フィリピン人とか、そういう東南アジア、南米系の人が多かったですよ。今日本人だらけなんだから、大久保公園立ちんぼね、日本人が日本で立ちんぼしてるってちょっと考えられないけどね、うん、
ていうようなことになってるんでね、警察もこれね、あの本腰入れて、うん、ちょっと異常だもんね、うん、今のホスト業界見てると、うん、ホスト歌舞伎町だけで1万人近くいるって言われてるんだから、ありえないよこれは本当にということです。まあ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 、警察ね、当局こうやって動き出したんでね、もうピーク過ぎたかなって感じはしますよ、ホスト業界のこの流星は、うん、もう終わったかなっていうね、うん、いう感じ。そうじゃないと、うん、よくないですよこれは、はい、うん、明らかにね、人生めちゃくちゃになるよね、まだまだ将来のあるね、まあいかにバカ娘って言ったってね、バカって言ったところでやっぱかわいそうだからね、うん、はい、ということですね。警察本腰入れ始めましたよってことで、1911回終わりたいと思います。はい、チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。